こりゃあ。カイトのおっさん、これって。ああ、やはりミキコは生きていた。だが、不可解だな。なぜ白樺は死んでるなんて嘘をついたんだ？そもそもミキコが家族に連絡をよこさなかった理由は？ああ、いろいろおかしいな。あの医者のおっさんを後で問い詰めてやろうぜ。ミキコは生きてる。そうだな。ええ、生きています。健康上も何の問題もありません。しゃあ、カイトのおっさん。ミキコが生きてたってなら、あいつはこの2年間何してたんだ？なぜ家族にも連絡してこなかった？それに今どこにいるんだ？ミキコさんは連絡しなかったんじゃないんです。できなかったんです。どういうことだ？乖離性健忘、いわゆる記憶喪失だったからですよ。なんだと？2年ほど前、私は付近の河原で大怪我を負い、気を失っているミキコさんを見つけ保護したのですが、その時すでに彼女には記憶がなかったのです。ただ自分の名前がミキコだということ以外は。記憶喪失？そっか、だから連絡できなかったんだな。それでミキコはどこにいるんだ？いえ、それがミキコさんは今はもうここにはいないのです。え、いない？白樺さん、どういうことか聞かせてもらうぞ。ミキコが生きてるってことは。はい、全てはミキコさんを守るためだったのです。守るため？どういうことだ？大怪我を負ったミキコさんを保護した直後のことです。この辺りに普段見かけない不穏な輩が現れるようになりました。この女を見かけなかったかと近隣住民に聞いて回っていたそうで、彼らはうちにも訪ねてきました。そして彼らの姿を遠目に見たミキコさんはひどく怯え出したのです。そいつらどんな連中だ？20代後半から30代中盤の若者たちでした。髪を染めたりピアスをしたり派手な服装で、正直いい印象を受けませんでした。柄の悪いチンピラといった感じで、近づきたくない種類の人たちですね。きっとそいつらが2年前に母ちゃんを殺そうとしたんだ。ええ、私もその可能性は考えました。そして自殺に見せかけるため生きたまま滝壺に突き落とされてしまったのでしょう。ですがその後死体が見つからず、だからこそ彼らはミキコさんの生死を確かめようと。じゃああんたが母ちゃんの死をでっち上げたのって？ええ、彼らの目を欺くためだったのです。なるほど、つまりミキコを監禁してたわけじゃねえ。だが腑に落ちねえな。なんで札に連絡しなかったんだ？それがミキコさんが警察に連絡することをすごく嫌がったのです。いえ、正確には警察というより自分が生きていると誰かに知られることを。記憶がないのに？いわゆる記憶喪失という症、記憶がなくなってしまうわけではなく思い出せなくなっているだけなのです。特に心因性の健忘の場合、過去の極度のストレスやトラ、忘れているはずの危険を無意識に忌避してしまうことがあるのです。要するに記憶喪失でも頭の中に嫌な記憶は眠っていて、
本能的に危険を避けてしまうことはあるということです。はあ、ミキコが生きて、はい、さっきあんたミキコがもうここにはいないって言ってたな。10日ほど前のことで、私が仕事から戻るとちょうどミキコさんはテレビもつけっぱなしで持ち物もろくに持たずに、私が思うに記憶を取り戻した様子でした。記憶を取り戻したきっかけは分かりません。ですが彼女は理由も告げず、私にはやらなければならないことがあると。やらなければいけないこと？分かりません。ですがその時のミキコさんは、それまで柔らかで穏やかだったミキコさんが、まるで何かに取り憑かれたかのようで、その顔は憎悪に歪んでいました。憎悪？はい、私ははっきりとそう感じました。あれはまるで身を焼き尽くすような憎悪を思い出してしまったら、正常な精神でいられないほどの何かがあったからこそ、彼女の記憶はこの2年間封印されていたのかもしれません。彼女自身の心を守るために、おそらく2年前にミキコさんのことを探っていた連中とも。けどさ、記憶を取り戻したのに俺たちに連絡してこなかったのはなんで？それは分からねえ。あの、もしミキコさんが、どういうことだ？いえ、もしそうならミキコさんが死んでいることになっている方が都合がいいはずだと思いまして、この世に存在しないことになっているならば、どんな犯罪を犯そうとジュン君や旦那さんに迷惑がかかることもありません。ミキコさんの犯行だと発覚さえしなければ、二人を犯罪者の家族にしなくて済むのですから。カイトーのおっさん、俺なんだかすごく嫌な予感がする。だがあんた、私は地元の警察医をしているんです。だから別の遺体をミキコさんのものと誤認させることも不可能ではありません。近くに有名な自殺スポットがありますからね。身元不明の遺体がよく上がるんですよ。そういえば貞本さんが顔の認識ができないほど腐敗していた。ええ、偽物と分からぬよう多少細工させていただきましたが、背丈もミキコさんと似ていて好都合でした。 DNA 鑑定も。そうですね、必要な検体を私がすり替えました。よくもまあそこまで。発覚したら首じゃ済まねえだろ。許されることではないということは分かっています。ミキコのやつ、名前以外は。そのようでした。住んでいた住所も生年月日も家族のことも、ミキコさんは私が見つけた時点では身元を知る手がかりもありませんでした。おそらく急流で持ち物が全て。ん？確か写真。ああ、それはミキコさんを滝壺の下流の方で女性物の上着を見つけたの。その上着のポケットに。ああ、これカムロ町に行った時に撮ったやつだ。やはり後ろに写ってるのはミレニアムタワーだよな。それなのにあんた、ミキコが記憶喪失だったのに、なんであんたは。テレビでカムロ町開発の歴史を特集する番組が。その番組で昔のカムロシアターのことを紹介。反応？泣いていたんです。記憶は戻らなかったのですが、彼女にとって大事な場所だということ。あの写真は彼女をカムロシアターに連れて行った時のものです。保護してから2年ほど経ち、外に出られるほどには元気になっていました。私はミキコさんがどうしてもカムロ町のカムロシアター。白川さん、カムロシアターでミキコは。そうですね、あそこは昔とは随分と
様子が変わって、それでも彼女は懐かしそうにしていました。思い出せないけど大事な場所だってわかるって。そうか。あのさ、ちょっと引っかかったんだけど、1年半前には河原で母ちゃんの写ってる写真見つけて、カムロ町でいろいろと聞き込みしてさ、母ちゃんの身元分かったんだよな。え、それは、はい、そうですね。で、死体でっち上げて警察の目をごまかしたと、それは分かるよ、母ちゃんが嫌がったんだから。でも、なんで俺たちにも本当のこと連絡してくれなかったんだ。それは、その…確かにそうだな。そもそもあんた、ミキコ本人にも、あんたは分かってたにもかかわらずよ。おい、まだ何か話してねえことがあるな。すみません、本当にすみません。実はその、私はミキコさんのことを、その、まさか惚れちまった手が。は？はい。マジかよ。ほとんど一目惚れのようなものだったのですが、それからはこの生活がずっと続けばいいと思うようになっていきました。そんな時にあの写真を見つけてしまったのです。家族の元に戻って行ってしまうかもしれません。だから彼女と暮らす2年間は本当に幸せでした。至福の時間でした。女性と付き合ったことのない、ずっと孤独だった私の元に、突然天使のように美しく優しい女性が現れたのです。本当にすみません。ですが、誓って彼女とはその清い関係を保ってきましたから、決して傷ついた彼女につけ込むようなことは決してしておりません。信じがたいね。2年も一つ屋根の下で暮らしてたんだろ。本当です。手すら握ったことがない。いいか、白樺さん、あんたがミキコを保護し、かくまってくれたことを非難するつもりはねえ。あいつを狙うヤバそうな連中から守ってくれてたんだからな。だがな、どんな理由があろうと、あんたがミキコに身元を告げなかったことで、あいつが家族の元に戻るって選択肢を奪われたことは確かだ。そのことでミキコの家族がどれだけ心配したと思ってる。すみません、ご家族には謝っても許されることではありませんよね。待ってけ、ミキコにも後でちゃんと謝っておけよ。ま、ぶん殴られるかもしれねえが。おい、なんだよ。こんにちは、貞本美希子さんいますかね。なんだお前ら。グレン会って知ってる？新宿とかで活動している仲良しグループなんだけどさ、俺メンバーの西尾ってんだ。グレン会？知らねえな。ハングレの類か。海藤さん、彼ら2年前にミキコさんのことを聞いて回っていた連中だと思います。何？あんたらさ、カムロ町で貞本ミキコの行方探し回ってたんでしょ。奇遇だね。あの、以前にもお話ししましたよね、この人たちもミキコさんを探しに来られたのですが、亡くなったことを先ほどお伝えしたところです。残念、もう嘘バレちゃってるんだよ。
前はマジで騙されたけど、俺らの仲間が最近さ、それに人殺しは放っておけないでしょう。人殺しだ？あのイカレ女がよ、グレン会の先輩殺して回ってやがんだ。はあ？何バカなことを。いやマジなんだって。ほらカムロ町で若手エリートの連続殺人事件が話題になってるっしょ。あれ殺されてんの実はグレン会立ち上げたすごい先輩たちでさ、殺人現場にもあの女がいた証拠が残ってたし、早くあのイカレ女捕まえないとマジヤバいんだって。まさかそんな、それじゃあそのグレン会って連中への復讐だったってのかよ。ま、とにかく家の中調べさせてもらうよ。ご協力感謝します。ミキコならいねえ。俺らも探しに来たんだが、出てった後だったんだ。本当かな。お前らミキコを見つけてどうするつもりだ。さあリーダーに聞いてみないとわからないけど、無事じゃ済まないだろうね。死ぬよりもっとひどい目に遭うんじゃない。肩気になって幸せにやってた先輩たちの人生終わらしちゃったわけだし、まあ俺たちなりの生かしたやり方で死んでもらうことになると思うよ。そうかよ。かっ！だったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜ。いってえなあ。ああくそ、顔に傷がついたじゃねえか。今日エステ行ってきたばかりなんだぞ。明日の合コンどうしてくれんだ。白川さん、順を頼む。はい。なんなんだよお前、なんで邪魔すんだよ。あの女の古い用心棒だよ。ああさあ、やらせ、さあ暴れ、うらで、やらせとるや。来てんや、うら、そりゃ
ンタ、そりゃ空手か？かなり使えるみたいだな。ええ、多少たしなんでおりまして。なんや、もう始まっとるんかいな。俺が行くまで待て言うとったやないか。シュウちゃんこいつマジ無理だって。あとは任せとき。俺が来たからね、もう安心や。払いはあんたが怪盗さんやな。俺はグレン会の代表やっとる剣持ちいうもんや。俺はな、グレン会のやっとった地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんや。みんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやで。はあ、盛り上げなあかんな。おう、悪くねえな。
フな野郎だ。シュウちゃん、もう休もうよ。これ以上飲んだらダメだって。今日はもうお開きにしようよ。さ、酒、酒。みんな、宴も竹縄だけど今日はここまで。お疲れ様でした。ってことで撤収。おい、なんだりゃ。また戻ってくるかもしれませんね。なあカイトのおっさん、あいつら母ちゃんが仲間を殺して回ってるって言ってたけど本当かな。何にせよ俺たちの目的は変わらねえ。まあそうだけどさ、送っていきましょう。私もミキコさんのことが気になりますから。お、いいのか。交通費が浮くから助けるぜ。つけられていないようですね。あの、カイトさんとミキコさんはどういうご関係だったのですか。え、どういうって。カムロシアターをテレビで見たとき、彼女はな、それにあなたもその話を聞いたとき、あの場所はもしかしてミキコさんとあなたとの思い出の場、もしかして二人はお付き合いをされていたのですか。さあな。やっぱりそうなんですね。ミキコとはな、一時期は一緒になることまで考えたよ。結婚まで。俺は当時極道の人間だったんだ。ミキコは俺に仇になることを望んでいたが、親父が撃たれて抗争になりかけてたんだ。だから、つまりミキコさんではなく組を選んだということですか。まあそういうことになる。勝ち込みを終えてアパートに戻ったら。カイトさんは今でも好きなんですか。好きってお前な、あいつは人妻だぞ。人を好きになるということそのものにそんなことは関係ないと思います。もちろん法的な問題や倫理的な問題はあるでしょう。しかし好きという気持ちは、だから自分の気持ちに素直に向き合うことはつ、それにあなたは後悔しているんじゃないですか。え、なんでそうなる。勘ですよ。こうして必死になって探してるくらいだし。まあってことはやっぱり今でも好きなんですね。さあな。だがこいつと一緒にミキコを探すうちに、あの時違う選択ができたんじゃねえか。もしかしたら俺には別の人生があったんじゃねえかってな。カイトさん、僕はミキコさんのことが好きです。一方的な片思いですが、彼女のためなら全てを投げ出したっていい。この命でさえも。あんた
そこまで。初めてなんです。ここまで人を好きになったことが。プロポーズするつもりです。なあ、くれぐれもミキコがすでに人妻だってことは忘れんなよ。もちろんです。ですが、だから決死の覚悟で僕は行きます。あんたなんかかっこいいわ。消防車が来ているようでしたし。なんかチンピラが騒いでましたよ。社長がやられたとか言って。それって最近話題の若手エリートの連続殺人事件だよな。うちの社長もやってくれねえかな。おい、あんたら火事のあったビルどこだかわかるか。天下一通りの方みたいですけど。海藤さん。ああ、すぐに向かうぞ。